すごい音に深みがあって広がりを感じますね。そうですね、この、S クラスに今装着しているのは、ソニックデザインさんの最上級モデルの、ソニックプラスザクレスト、それのこれはリミテッドバージョンというものなんですけれども、何がすごいかと言いますと、このスピーカーのユニットなんですが、完全にメルセデスの、メルセデスベンツの、純正標準の純正のユニットベースを、生かした形で、他の一切の、加工とかしてないんですね。で、雑音がですので加工無加工でできるものですから、不必要な加工をしていないということは雑音が入らない。でその特性を生かしてなおかつ新開発のサブウーファーを入れて加えて、ワイドレンジで音が広がるような形になっています。それだけ、音の素晴らしい音場空間の S クラス、それと、ソニックデザインさんの技術力が生み出した、極上の、優しい音場空間がこう包まれる感じで広がって周りから来ますよね、感覚ね。その、を楽しんでいただけるのがこの、ソニックデザインさんの、オーディオスピーカーシステムと言えます。ぜひいろんな音をかけてザ・クレストは、そうですね、はい、楽しんで他の方にも多くの方に楽しんでいただきたいなと思います。とてもすごかったですね。そうですね、車はあと残り2台あるんですよね。はい、今回展示しております車は3台、そのうちの1台の S クラス、これはメルセデスベンツの最上級モデルですけれども、それの車に装着しましたソニックデザインさんの最上級グレードモデル、ソニックプラスザクレスト、そのスピーカーを、試乗していただきましたけれども、それ以外に、用意している車が、サウンド21さんが、コーディネートされています、ソニックデザイン、プラスカスタムというシリーズ、これはソニックさんの主力モデルなんですけれども、これで C クラスで、やはり、優れた音を奏でてくれます。で、もう一台が、メルセデスベンツ、さんから、お借りしました後方車両なんですが、そちら、GLC220D と、フォーマチックという SUV なんですが、こちらについているのが、装着しているのが、ソニックデザインさんとメルセデスベンツさんが、共同で、サウンドチューニングで、開発した、ソニックデザインサウンドスイートというものを、これを装着しております。これは、全国の、メルセデスベンツ正規販売店ディーラーさんですねで、装着購入できる、純正スピーカーシステムで、これもエントリーユーザーさんに非常にお勧めできる、簡単で、そして確実、そして安心な、サウンドアップを、果たしてくれるユニットとして、これもまた聞き応えのある一台だと思います。はい、では詳しい詳細気になる方はホームページを見たらいいですかね。そうですね、ソニックデザインさんのホームページをぜひご覧いただいて、お聞きになっていただけると、きっとその音の良さが伝わると思います。